ではあの時間になりましたのであの始めていきたいと思います皆さんどうぞよろしくお願いいたしますえっと池尾さんスライドショーもあなりましたなりましたはいえっと今日はですねここは関東エリアセッションなんですけれどもタイトルは異質性を生かす観光の山岳連携というタイトルでやっていきますであの。 まあ何が関東かっていうと、実は東京以外の関東に私、神奈川に今ベースを持っていて、青木さんからあの関東セッションをと言われて、今回のインバウンドサミット21のえインバウンドは終わったのかというテーマに関して、今、一番伝えたいことは何、それを誰と伝えたいっていうことをですね話をしまして、そこであのこのようなテーマになりました。それでちょっと次の,あのスライドお願いいしますはい 去年の12月にこのような再出発のガイドラインを公開したんですが私、第10章を担当いたしましてそれがですねあの人材の多様性とか変わるっていうことで次のスライドお願いしますあの変わるっていうことをテーマにしたんですね。 で今回、このセッションを作るときに、インバウンドとカールを掛け合わせて自分の立場から行くと、産学連携なんじゃないかっていうふうに考えました。で、えー、私自身のこれまでの取り組みとか、あと産学連携をされている方、いろいろお話を聞いた中で、で、出てきた、あの、コンセプトは、あの、異質性だったんですね。 三角連携の本質っていうのは実は異質なもの同士が向き合って何かをことを起こすそれによって変わることじゃないのかということです。ですのであの関東セッションなんですけど関東には特化しきれずあのいろんな話をしていきたいと思います。でまたあのインバウンドの,あのだけに特化した話でも実はないんですが、まあ、裏テーマとして文化財であったり地域文化であったり地域のコミュニティこれらを私たちは原始として観光というものを行っているのでそれをいかに守りながら展開していくか。 そんなことが裏テーマになっております。じゃあ、ここからですね、他の登壇者の皆さんの自己紹介あのさせていただきたいと思います。まず、池尾さん、お願いします。はい、すいません。えっ、ー、と、池尾と申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と、まあ、ここに書いてありますけれども、えーと、一般社団法人インテレクシャルイノベーションズ、こちらはまあ教育分野で、あとはフラットコラボレーションという会社ですね。こちらのビジネスの方で企業投資の アドバイタリー分野の仕事をしています。で、もともとホテルの実業からキャリアを始めまして、その後、ニューヨーク大学の方でファイナンスだとか、不動産としてのホテルという分野で勉強をして、その後は投資ファンドですね、ゴールドマン・サックスだとか、フォートレスで働いていて、当時もそうですけれども、 えー、不動産としてのホテルでホテルのビジネスを再生していくっていう中で、えー、と皆さんが、えー、とよく考えるおもてなしっていう分野の部分と、まあ、投資をはじめ、えー、とお金との間をつなぐ、えー、と仕事をしてきました。で、えーとまあ、ホテルっていうのは、えー、と労働集約型ですので、えー、と人に対してもう少し長く、えー、とどういうふうに付き合えるかっていうふうに考えた時に、まあ、教育っていうところ で教育もやっぱりお金だとか事業性みたいなところっていうのはなかなか触れられることがないので、えっと、今は、えっと、独立をして、えっと、そこのギャップを今度は、えっと、人生の、えっと、フォーカスとして取り組んでいるというところです。で後でもまたご説明しますけれども、えっと、立教大学観光学部が有名なところですけれども、えっと、そこだとか、えっと、京都大学の大学院 えとあとは、えーとまあ、行政からの、えー、と自宅事業みたいな形で観光経営人材というのを育てていますで。あとは、ツーリズムアカデミーサムウェアという、まあ、今メインパネルで、えー、とお話をされていた、リュウザキさんと組んで、えーとまあ、オンラインをベースにしたアカデミーを主催しておりますで。こちらですね、ツーリズムアカデミーサムウェアというのは、まあ、ツイッターとかノートでもやっているんですけれども、 えと彼女が見ている世界だとか彼女が、えー、とを支持している、えー、と特に10代から、まあ、20代ぐらいの、えー、と若い層に向けてちゃんとその観光という切り口とあとは、まあ、体型だった今までの、えー、と先輩方が作ってきた、まあ、知見みたいなものっていうのを、えー、と共有して未来を作っていこうというふうな取り組みをしています。 でえっと、ビジネスの領域としては、まあ、これも繰り返しになるんですが、ここに書いてある緑の部分、学びと実践とキャリア形成というのを大きなドメインとしてやっていて、真ん中にある、えーまあ、観光だけではないですけれども、えっと、人材のコミュニティ人材プールみたいなものを、えっと、作っていく、でそれがまあ産業だとか、まあ、日本の観光を押し上げる力になるんじゃないかというところで取り組みをしていますじゃあ立さんお願いします。 はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、私は、あの、関東エリアではなく、九州の,あの福岡柳川の方から今日は参戦してまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。えー、福岡の柳川にあります、柳川藩主橘手お花の代表をしております、橘千塚と申します。えー、この、もともと初代あの柳川藩主橘宗茂の末裔で、えー、と18代目になります。 敷地7000坪にあのお屋敷があるんですけれども祖父母の代からここでこの文化財の施設を使って料亭旅館の運営を始めました。今はそちらの経営に携わっておりますが、えー、お花の経営だけではなくて 町づくり、柳川の観光協会の方にも属しておりまして、えっ、ー、と、ナイトタイムエコノミー、観光庁が推進しておりますナイトタイムエコノミーに採択されまして、新しい風物として、えー、水辺の良い地などを企画するなど、えっ、ー、と、 宿泊施設だけにとどまらず、街づくりのことにも力を入れております。え今回、ご縁があって、池尾さんといろんなプロジェクトをすることになりました。先ほどあの、池尾さんからもご紹介がありました、サムウェアの,ああのアカデミックな、えー、とホテル運営論の方に登壇させていただき、いろんなお話をさせていただく中で、えー、っともっと日本の観光の未来を作るようなことに、えー、携われないかなと思いまして、今回、この えっとセッションにエントリーさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ藤本さんお願いします。はい、藤本と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。えっとタクシーなんですが、えっと昨年まで修士課程に在籍してまして、ちょっと観光界隈での,での研究者っていうものを目指してやってきてたんですが、実はこの4月から某観光企業に入社しまして。 えー、バリバリの営業職を行っておりますでこういう今の状況に至っている理由としてはやっぱり研究者として現場に対して何か還元をしていきたいってい思いを持ってやってたんですがそうした際にどうしても言語の違いから来る、まあ、コミュニケーションのギャップみたいなのをちょっと感じていました。で今日のセッションでも大きな言語の違いっていうのはキーワードになると思うんですけれども、まあ、そうしたギャップを見るために今は、えー、こうし こうした現場で働いていますで、学部時代はリスメーカー学の観光系のところにいましていわゆる人文社会学系の学問から観光を見るみたいなことを勉強してきましたで、海外にもよくいろんなところに行ってきましてそうしたところでの人との出会いであったりとかそれぞれ違う場所で生活している人の周りにはやっぱりコミュニティってものがあるなっていうのをすごく感じていて でそのコミュニティの在り方っていうものを観光によっては変えれないかなっていうのを発想として持ちまして2017年からオランアースっていう団体を設立しました、まあ、そこで観光資源にしながら新しいコミュニティを作っていくみたいな活動を行ってきています今日はその事例について少し話していきたいと考えていますで高井さんの方からいろいろお話をしていく中で藤本さんは一人山岳 関連系の実践者だよねっていうふうにあのおっしゃっていただいていてタイトルそういうふうに付け出していただいております今日はどうぞよろしくお願いいたしますはいありがとうございました、えー、あ,あし本セッションのオーガナイザーファシリテーター神奈川大学国際日本学部の高井でございますえっとなんかメインのパネルディスカッションがちょっと長引いてたみたいでどんどん人があの新しく入ってきてくださってるので最初にちょっと 言うの忘れたんですけど、スライドの右上にです、ね、あのメモみたいなのがペたっと貼ってあって、今15時分オープンします。で、他の3人の登壇者の方がこう交代交代話しながらお互い突っ込み合うようなセッションをするので、今どこやってるかっていうのをこうハイライトしてるので、なんかよそのところに行った人もこの時間には戻ってきてみたいなあの目印になったらいいなと思って右上に貼ってるので、聞いてくださっている方、ご参考になさってください。で、えー、私の自己紹介なんですけれども、私は、あのー、 大学卒業後、三井物産に五年半ほど勤めていまして、その後、まあ、転校して、えー、研究者の道に入って、大学教員を始めて、今、ちょうど丸二十五年経ちました。で私、常にですね、五年半ではあったんですけど、やっぱり最初。 何でしょうね。宣伝を受けた。まあ、ビジネスのなんか世界に最初に入ったので、で、当時、バブルの絶頂期で、あのいわゆる縦割りの商社の中で商材とルートを組み合わせた新規事業を開発しようみたいなセクションにいたんですよね。で、そういう時の発想っていうのが、やっぱりずっとずっと影響していて、で、学術のセク。セ てかからもあなたなんか中半端だよねとか言われるしで今ビジネスの世界に行ってもあなたは現場のビジネスは勝ってないよねってだからどこ行っても何か異端というかどこ行ってもなんか仲間外れ的ななんかちょっとその嫌な感じはしてたんですがあの池尾さんに知り合って池尾さんが私に高井さんは中途半端なところがいいんだよねって言われてそうか弱みが強みなんだって気がつきましたでえそれは私の自己紹介ですでちょっとここからですねこの接 の、あの、話をちょっとだけして導入部分にしたいので、次のスライドお願いします。で、これ、あ、はい、ここですね。で、あの、観光学だけではないんですけれど、私たちの世界って、まあ、特に現実の現象を研究しているものっていうのは、現実と、まあ、理論、机の上と現場っていうのを結構こう行き来しているんですね。で、今日の産学連携っていうのを私たち教員とか研究の立場から行くと、なんかこう、どう私はこれまで、こう、現実の場を。 貸してもらって勉強させてもらってるみたいな感じがしていて、あのニセコとか鎌倉とか神奈川県下の様々な企業様などとあの取り組みをさせていただきながらも、なんとかこう相手の言葉に合わせてうまくやろうとか、でもそれを通して学生に学んでもらおうとか、研究者として何かを突き詰めていきたいみたいな、そういうちょっと,ところがあって、ちょっと居心地の悪さも実は感じてたんです。感じてたんですが、 今日冒頭にちょっとお話ししましたように、異質性こそ大事なんじゃないか。次のスライドお願いします。で、あの私自身が中途半端な位置にいるがために、なんとなく見えてきていたのが、観光の現場と、それからまあ観光研究にも、より実学に近いもの、から、から藤本さんがもともと勉強されてたような、ちょっとえ人文学的なもの。この間に なんかこうちょっと川が流れてんじゃないのと。で、これがそれぞれちょっとこうにじみ出てきて真ん中のところで面白いことできないか、そこでこそ異質性が生きるんじゃないか、そういう感じのセッションをここでしたいと。ですので今日はですね、言語が違うもの同士4人が集まってるので、言語の違いやコミュニケーションのギャップ、お互いわかんないみたいな、そうした層もぜひお楽しみいただければと思っています。 あの、ここまでが、えっと、冒頭だったので、早速入っていきたいと思います。まず、あの、池尾さんと立花さんが一緒に取り組まれている、今、どんな産学連携を行ってますかっていう話をお願いしたいと思います。はい、すいません、ご紹介ありがとうございました。あの、中途半端っていうのは、あの、ここだけ聞くと、悪口言ってるみたいですけど、悪口を言ってるわけじゃなくて、坂井先生は大好きなので。あの、一応、あの、はい、いうわけです。 ここからは私と柳川お花の立花さんとの取り組みですね、インターンシッププログラムを今も続行中なんですが、取り組んでいます。ここでは変な話ですけど、慣れ初めというか、立花さんとの慣れ初め、その後具体的に立花さんの方から、具体的に何をやっているのっていうところをちょっとご説明しようかなというふうに思っています。 でえっと、ここに書いてあるそのなれ初めなんですけれども、えっと、私自身がその立教大学の観光学部で、えっと、教員をしているというところとあとはまあ,あの先ほどもご説明しましたけれども L&G の竜崎さんと通ズムアカデミーサムエアというあのまあアカデミックレベルというふうに呼んでいますけれども、えっと、そちらの方で、えっと、手掛けさせていただいているので、えー、授業運営っていうところと企画っていうところが えと今回というか、えー、と当時ですねアカデミーとしての初めての取り組みでしたというところですね。で、えー、とテーマとしては、まあ、地方創生っていう意味である意味ありふれた言葉ではあるんですがどうもやっぱり東京都を中心としたその都市部からの視点が多かったので、えー、と東京都をなし、まあ、東京の企業なしっていう縛りで、えー、と地方創生っていうのをそれぞれの地域の事業者さんの視点から、えー、と事業をやっていきましょうよと。 でそこにはもちろん、立、まあ、教大学の観光学部っていうのは埼玉県なんですが、まあ、東京っていうふうに捉えた時、えー、ときに、やはり、まあ、東京都の、えー、と企業さん、東京都の学生っていうよりは、東京都ではない46、えー、と府県、都道府県ですね、えー、というところと、他の大学生も、えー、と呼んで進めようということで、えー、と取り組んだのが、えーと、この授業です。で、っ、えー、と面白いのが、もちろんその対外的な 発信もそうなんですけれども参加いただく方々も SNS 等で集客をしていました。企画をしている時にそういった趣旨でどういうふうに呼ぼうかといった時に L&G の龍崎さんのチームからご紹介されたのが立花さんです。でこちらの方でご登壇をいただいて無事成功裏に終わったんですけれども。 えとその後、まあ延長線というかいうことで立村、えー、さんからお声がけをいただいて後で出てきますけれども立村、えー、さんの、えー、と運営経営をされる施設文化財なんですけれどもを遊び倒すっていうところと、まあ、やはり結構シニア層には視認性だとか認知度っていうのは高いんですけれども若い人たちに知ってもらうことっていうところが、まあ、今後も続けて、えー、とその施設が存続をする。 あの取り組みになるだろうというところで主に若い人たちに向けて、えー、とちゃんと届けたいというところでこういう慣れそめがあってインターンシップの方に広がっていきました。で、えー、とこちらの方が、えー、と先ほどお話しした流れを、まあ、ある意味でビジュアルでちょっと示しているんですけれども、えー、とノートという、まあ、ブログみたいな形式で、えー、とアカデミーっていうところのリュウザキさんとやっているところの えとアカデミーっていう、まあ、運営組織ですねというところで SNS ツイッターもそうですけどもこういった形でノートで、えー、と発信をして、まあ、インターンシップの方も、えー、と集客をしていったとで授業自体は百数十人で、えー、とその後インターンシップを募集した時には全国の学生から えと募集があったとというところです、ね、これがまあ、立、え、花、ー、さんと取り組んでいるインターンシップの慣れ初めと,、えー、と、インターンシップを始めるきっかけです。で、次には、立、え、花、ー、さんの方から、えー、と具体的な内容とかをちょっと説明していただこうというふうに思ってますどううぞはいいありがとうございます。 えー、池尾さんからご紹介ありましたように池尾さんとの出会いは、えー、ホテル運営論のゲストスピーカーに呼んでいただいたことでしたこのゲストスピーカーに、まあ、あのお声をかけていただいた時も最初に思ったのが、えー、そもそも学生にこの若い世代の人たちにこのお花という存在を知ってもらいたいっていうのがあの一つ大きくあったんですけれどもう一つは、えー、っとこの 古い建物が一番古い建物が110年前の建物なんですがこの文化財を維持するっていうことがやっぱり私どもの会社の一番大きな課題になっておりましてその文化財をいかに活用するかというアイデアを若い人たちからもたくさんいただきたいと思いまして、まあ、あのその当日は、えーと「文化財を遊び倒す」というタイトルで、えー、と何かあの面白い うん、プランを考えてもらえないかということでえそれぞれあのグループに分けて提案をしてもらいましたでその中で一つあったのがこの文化財を活用して、えっと、成人式のプランを作りたいという あの企画がありました、まああの。このコロナ禍の中でなかなか本当に本来の成人式ができなかったり、えー、っともう20歳という本当に成人式というのは一緒に1回しかないイベントに、えー、っと思う存分いろんなことができなかったっていうことでじゃあその成人式の当事者の子たちが考える え宿泊プランを実際にお花で、えっと、販売までしてみるお手伝いをしませんかということで、全国の,ああの SNS だけを使って、全国の皆様にあの聞いてみたところ、本当にあの10名しか募集してなかったんですけれど、32名というたくさんの、本当にあのこうモチベーション高い学生の皆さんたちに参加していただくことになりました。次のページお願いします。 はい、具体的にはですね、あのまあえっと、全国からあの受け入れておりますので、えー、講義や企画の,あの話に関しましては、オンラインを使って行いました。とはいえ、実際にこうあの柳川に足をふんあの運んでもらって、まあ、そもそもみんなお花に来たことがないという学生ばかりでしたので、お花を知ってもらわなきゃいけないという思いもありまして、一度だけあの2泊3日、柳川に滞在をしてもらいました。その時に、この 私もあの、これからまちづくりを考えていく中で、お花だけで完結しても、なかなかこの若い人たちとの、えっと、関係人口って広がらないなという課題がありましたので、まあ、あの、柳川のお花では現地視察としまして、えー、こちらにも書いてあります、川下り運行会社さんとか、海苔の生産者さんとか、まあ、あの、そういった、えっと、いろんなその、柳川の重鎮たちを呼んで、交流をさせて、 えー、みんなであの柳川を知ってもらうというような講義をしております。まだ現在あの続いておりますが、えっと、いよいよ明日にはどのチームのプランが採択されるかとかいう、えー、発表になりますけれども、10月から12月まで実際にこのプランを販売するというような、えー、活動をしております。えー、さん補足があ、ったらお願いしますあ大丈夫です。はい はい、また、立、え、花、っと、さんとのセッションが3、えっと三0分ぐらいからちょっと配信しますけれども、はいえっと、その前に、えっと、藤本さんの方から取り組みを、えっと、ご説明いただけますでしょうか。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、1個だけ聞いていいですか、はい、<laughs> あの ?32 人応募してきたっていうことでもともと、は月経大学の観光学部の授業がスタートではあったけど、次はもう全部それ取り払ったわけですよね。 あのどういった専門を勉強している学生さんがやってるんですか、そこは。えっと、観光学部のある大学からの申し込みが結構多いのかなと思ったんですが、まあ、先ほどお話しした SNS で、えっと、呼びかけたっていうのもあるかもしれないんですが、えっと、芸術大学だとか、まあ、理工学部みたいなところとか、あとはもう本当に全然違う、まあ、メディア系だとか経営とか。 えっとそういったところで、まあ、全国各地、場所も違えば、えっと、メジャーも全然違うような、えっと、方々が募集してくれましたし、あの僕らも、立、え、花、っと、さんなんかもう 1on1 ンンで、えっと、インタビューを、えっと、時間をかけてしてくださったんですけれども、えっと、その12人というのは本当に多したようで、キャラクターも、えっと達したようでっていうメンバーで今やらせていただいてます。なるほど、分かりました。ありがとうございます。 じゃなんかもうスライドを藤本さんの方に入ってますので、はいじ、じゃ藤本さんはどんな三角連携してるのかお話をお願いします。はい、ありがとうございます。お話すごい面白かったです。やっぱり若者をどう巻き込んでいけるかっていうところっていうのは一つキーワードかなと思っていて、あのツリズムアカデミーサムウェアさんの取り組みが、まあ、SNS とかうまく活用して。 まあ僕25歳なんですけど、その周りでもすごい熱狂的な人とかが <laughs> いたりとかする中で、うまくターゲティングされてるなという印象をすごい持ってます。はい、で私の話なんですが、えー、場所が京都府の伊根町というところになります。で観光客が実はすごい、えー、定住人口の170倍ぐらい訪れている地域になりまして、インバウンドとかでも台湾人とかが多く来ています。次次ののススラライイドドお願いします、はい、京さん次のスライド はい、なんですが、えー、その船屋エリアからは少し離れた本庄地区というところが、オランダの本あの本取り組んでいるエリアになります。でこの地域では、まあ、やはり地域課題を解決する担い手というものが年々減少していて、まあ、従来やった地域の課題を解決するシステムというものが崩壊しつつあるという問題意識があります次のスライドお願いします。 えなんですが一方で地域資源観光資源という文脈で見てみた時に船屋以外でも本当にいろんな資源がありまして、えー、そういった資源を生かしていくために次のスライドお願いします2017年から、えー、町の方とも協力をしながら、えー、都市農村交流を基盤にした地域課題を解決していく、えー、地域課題解決していくシステムを再構築しようというプロジェクトを開始しました。 次のスライドでオランハウスっていう空き家を借用してそこを交流の拠点としましたでいろんな留学生の方とかが来ていまして次のスライド、えー、こういったように、えー、外から来る人とうちの人が交わり合う場っていうものを作ってでそこで、まあ、ど,ういうどのように人が交わるかっていうところがすごいキーだと思っていて。 まあ地域で従来活動している人たちっていうものが、まあ、当たり前のように日々過ごしているやり方とか課題を解決するやり方とかっていうのがあると思うんですけれどもそこに外からいろんな大学生であったりとか留学生だったりとかが入っていくことによってそのまあ目的というか本質的な目的というところから再設定していって新しいやり方で課題を解決していこうっていうあのそういう活動に展開していく 場作りとい,い,い,いう形で年間を通じていろんな交流をしていましてあこ,こ,からのですこういうふうに、えー、ノーパフォーマーとの交流であったりとか留学生との交流であったりとかワークショップを開催したりあとは、えー、農業農家さんとのコラボレーションであったり これもそうですね、野の岡さんとのコラボレーションとかあとは地域事業者とも一緒に連携をしながら活動をしています。あとは学生が主体的になってツアーを開催したりとか、えーま、祭りの担い手が少なくなっているというところで学生がその担い手になって一緒に祭りを作っていくようなこともやっています。で こで活動を開始してから今年で5年目になるんですけれども、まあ、そうした関係性を基盤として、地域のえ主にまあ生産者さんと学生が一緒になって EC サイトを設立して、食べ物ボックスを都市に届けるようなサービスを展開して、ビジネスとしてもえ展開していっているということがあります。一旦事例紹介は以上になります。はいいありがとうございますあの橘さん,なんか どうですかね、あ違うけど似たような,なんか課題をあの持ってるんじゃないかなっていうふうに見ましたけどどうですかねそうですね、本当にあの私、まあ、ちょっと関東というエリアではなくて地方創生というところでお話しさせていただきますと、関、え、東、ー 人口をあの本当増やしていいかないと地方ってどん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 あの衰退していくと思うんですよね。特にあの最後にありました学生の子たちにあのお祭りを手伝ってもらうっていうのが素晴らしいなと思っておりましてやっぱりお祭りの担い手がいないっていうのはあの柳川だけではなくって全国的な地方で今問題になっていると思います。で藤本さんはこのお祭りを学生や あの留学生の子たちと守っていこうとしているなっていうのがすごくあのいい取り組みだと思ってましてこのお祭りをえとなんとか日本中の,ねあの大事な文化をなくさないえとインバウンドの方だったり学生の方だったりとの仕組みができていったらいいなと思っております。 そしたらあの、ここまでで大体皆さんがどんなことをしているかっていうのがあのお話しいただいたので、ちょっとここからですね、なんでこういう取り組みをそれぞれされているのか、その背景には、ね、問題意識とかですね、もしかしたらその中で、えー、こんなことも課題ですよみたいなことができあのお話しいただければと思うので、じゃあ、まず、立花さん、いけさんの方からお願いします。 はい、じゃあ私の方からお話しさせていただきます、えー、そもそもですねあの、まあ、池尾さん立教大学の観光学科の,あの先生であるんですけれども私がこのホテル運営論のゲストスピーカーに登壇した時に何が一番驚いたかって立教というのは日本の中でもトップの観光学科にもかかわらず、えー、就職先がみんなあのほとんど観光系ではないっていうことに大変ショックを受けたんですね。 これから一生懸命こうインバウンドツーリズムやろうとか観光立国になろうって言っているのに実は担い手がいないというか若者にそんなに興味が持たれる職種になってないっていうことに大変ショックを受けました。で今回その若い世代の人たちに、まあ、学生の皆さんに一緒にインターンしませんかってお声をかけた時も、えー、とインタビュー一人ずつしたら。えー そそもそもホテルでで働きたたいいいっっていう人がいなかったんですよね、まあ、池尾さんもあの最初にホテルに入って3年間お皿しか持たされなかったね皿お皿を持たされたっていうのがすごい苦痛だったっていうようになんとなくこうホテル業界ってあんまりいいイメージがないんですよねでも学生のみんなに聞くとそのホテルで働きたいというよりも、まあ、龍崎さんの影響がこれは本当に大きいと思うんですけれども特に女性の学生のみんなはホテルを作りたい経営したい 企画をしたいあと、まあ、あの建築の面からホテルについてあのコミットしていきたいそういったあの声が大きかったんですよね。で、えー、っと地方に決して興味がないわけでもなくまちづくりに興味がないわけでもないのにどうやったらそこの人たちと知り合えるのかそういう、えー、仕事に就けるのかっていうマッチングが全くなされてないっていうことに愕然といたしました。 ね、今あの私は今回の,このインターンを使ってやりたいのがこのお花という観光施設をハブにして、ま、あのこの図にありますように学生の皆さんですとか訪日のインバウンドのお客様それと,、えー、と地域に住む、えー、となかなか担い手がいない後継者がいない人,あの人不足の解消っていうのがこれがこの3つのトライアングルの課題がそれぞれ解決するような えー、仕組みができると本当にこれからの地方ってあの疲弊することなくいろんな文化が残っていくなと思っております。はい、えー、と次ですねあのイメージとしては、まあ、こんな感じであの作っているんですけれども、えー、と興味がある学生と 地元に来てほしい地域住民、そして、えー、と今までのただ見るだけの観光ではなく、体験をするその中に入りたいと思っているあたあの観光客、このマッチングをもっともっとできるような仕組みが、えー、この日本各地にできれば、えーと、日本文化の継承につながるのではないかと思っております。続きは池尾さんんお願いいいします、はい、すいますすせんで、まあ、いきなり今ちょっと あの生々しい話にはなるんですけれどもあのやっぱり、えっと、僕自身がその現場から、えっと、投資っていうある意味で、えっと、お金の世界に入っていってで今教育を見ているので、えっと、その3つのキーワードですねおもてなしとお金と教育っていうところですね。 で特に、えっと、対お金っていうところで、まあ、おもてなしって書いてありますけれどもいわゆるそのホテルだとか、えっと、観光とかで、えっと、接遇をメインにした、えっと、イメージビジネスっていう捉え方とあとまあどちらかというと教育も、えっと、そこに結構似てるのかなということで左側におもてなし教育右側にお金ということで、えっと、書いてます。 でえー、と最初にちょっとお話をするのはこれはもう二律相反というか対立,対,立対立軸のものではないというふうに思っています。えー、とどこでバランスを取るかっていうところの判断を、まあ、事業者さんとして、まあ、あとはそのプロジェクトを、えー、と進める上で置くかっていうところでお金が 一番大事だよねとか、おもてなし教育の方がえっ、ー、と重きを置くべきだよねっていう話ではありません。あくまでもその2つの特徴があって、その2つの一見相反するようなものにどこにえっ、ー、と重点を置くかっていうところの決め方だとか、決めるものっていうのが大事かなというふうに思っています。 ではそのおもてなしと教育ですね。まあ、おもてなしの方が想像できるかもしれないですけれども、ここはやっぱり結構お金が介在しないもの、無償の奉仕ですよというところが結構強いのかなというふうに思ってます。で、その代わり、まあ思いがこもった、まあ、ある意味で、えー、と質の、えー、と高さっていうものを解、まあ、いでいった。えーとまあ 尖らせきてきててこれっていうのは、まあ、職人さんも結構似てるかもしれないんですけれども届けたい自分が届けたいものを作りたいものっていうのを届けたいというところで、まあ、マーケティングで言うとそのプロダクトアウトですね。 でえっとそこの要素っていうのが結構大きいんじゃないかなというふうに思ってます。でこれもこれで大事だと思います。で右側に行くとまあ、ちょっとえっと特徴は反対になってくるんですけどもお金というかまあ経済的な対価っていうことで考えるとやっぱり何かと交換するっていう対価性が強いですよとか。 あとはその、まあ、これも身も蓋もないのかもしれないんですけれども、えー、とやっぱり選択肢がえっと増えていきますよというところと、まあ、これは結構一番大きなところですけれども、持続性っていうところですね。 やっぱりおもてなしっていう、ある意味でその自己犠牲、まあ、教育も、まあ、教育の現場も結構そうに近いんですけれども、やっぱり、えーっとまあ、経済的な対価だとか、まあ、十分なサポートが得られないっていうところで、自己犠牲で、まあ、ある意味、成り立っている部分がどうしても出てきてしまうっていうところで考えると、持続性が出てこない、それをまあ防ぐための、まあ、こういうお金っていう選択肢っていうのがあるのかなというところですね。 であとは、まあ、えっと、これも投資の世界で、えっと、結構そうですけれども、ニーズがあるものとか、これいいねというふうに、えっと、評価されているもの、前例があるものに対して、えっと、結構流れがちだというところですね。でこれはまああのさっきのプロダクトアウトと、えっと、まあ対照的なものとしてはそのマーケットインですよというところですね。なので、えっと、おもてなし教育というのはどちらかというとプロダクトアウトが ケースとしては多いんだけれども、えっと、マーケットインというところで、まあ、マーケット、まあ、あとはそのおもてなしであればホテルの利用者さんとか観光の、まあえっと、ゲストですねっていうところと教育であれば、まあ、あの受講生とか学生とか学ぶサイドのニーズだとかマーケットみたいなものを、えっと、把握した上で、えっと、プロダクト まあホテルであればサービス設計だとかまあ教育であればもう本当に教育のプログラムですねっていうものを、えー、と作っていかないとっていうところですねでこれって結構やっぱり今どちらかというと教育とかおもてなしの方も、えー、とどうしても、えー、とお金の方に今度は比重が入ってしまってるんですがこれはやっぱりどういうふうにバランスを取るかっていうのが大事じゃないかなっていうのが、えー、と僕の視点からはありますので、えー、と書かせていただいていますなので、えー、とそこの部分っていうのはあのどうしても えとやっぱりあの二律相反でどっちか取んなきゃいけないよねっていう話がちょっと多いのかなと思いましたので、えー、とここにちょっと書かせていただいてます。はい、藤本さん、あの1分ぐらいで今の話なんか感想とコメントをつけてもらえませんかいや、すごい面白かったです。あのこのおもてなしとお金が相反するっていう言い方っていうのが僕としてはすごい興味深くって聞いてました。で3 産学連携っていうこと自体もその研究者として突き詰めていくものってイコールお金にならないんですけどでもそれで相反するからこそ、えー、なんか新しいものが生まれる可能性があるっていう意味ではなんか似たようなことを言ってるのかなっていうふうに聞いてました、はい、以上です私からは結構ちょっと話したいことがこれに関連してあるんですねで次のスライドちょっとお願いしていいですか はい、あの池尾さんがあの一緒にタグを組まれてる竜崎さんと、そのトゥーリズムアカデミーサモヤを成立した時のノートを読んで、私、すごくやっぱショックを受けたんですね。あの池尾さんがその、まあ、観光を勉強してる学生がこ、観光に対してネガティブなイメージを持ってる子がいるということ、えー、もう一つ、次お願いします。 えと龍崎さんがその観光学部の学生の中にはその自分が何を学んでるかっていうのを自分の言葉で説明できないっていう子がいるっていうことをね、私、まあね、ちょっとそれはすごく、自分は観光系の教員としてずっとやってきてる中で、なんかものすごい衝撃を受けてしまいました。で、どうしたらいいんだろうって、実は本当に困ってしまったんですが、じゃ次のスライドお願いします。 でその一部の学生が特にまあ人文社会学系の観光の勉強している子がこう,うまく説明できないことの一つの原因っていうのがですねやっぱりあの実学としての,あの観光学だけではなく、ね、大体期待してくる子人多いと思うんですけどそうじゃない科目もたくさんあってそれらの科目っていうのはあの例えばまあ地理学歴史学社会学文化人類学などそういうまあベースが多いかなと思うんですけど。 近代観光、私たちが見ているこの観光産業っていうものが登場してきた近代社会の登場とともに今観光というものが今の形態が生まれる中でその地域の文化資源とか自然とかっていうのをまあ消費しながらそれを原始にして成長してきた観光産業というその枠そのものその中にあるこう不均衡性だとかえいびつさみたいなものに対するまあ一種 批判をしながらその枠組み自体をよりこう、えー、公平だったり、よりみんなが豊かになれるものにするにはどうしたらいいのかっていうその批判からスタートしてるっていう研究領域であるっていうのが観光の、ね、部分があるかと思うんですね。だけれども学生がそれだけをあのそのメッセージだけを受け止めてしまって、じゃあやっぱり観光やめようかなってなってしまってるとしたら、あまりにももったいないと思っています。であのそこででアカデミックでのののっていうのはその一人一人の業績がどう とというこももあるんですけどもっと大きな地の体系私たち共同地の集合地っていうふうに呼んでますけれど一人一人の研究者が何かすることは過去の偉大ないろんな研究成果そしてそれに基づく教育の上にちっちゃな石をみんなが一個ずつ乗せていくお互い知り合いでも何でもないんだけどあのかつてこういう研究がされてたそこからもう一個上に乗せてそれをみんなが共有して研究者が死んだ後も後世の人々がそのが 巨人の方の上に立つって言い方もちょっとしたりするんですけど、そういうものだと。で、それって言い換えたら、こちらもあの、龍崎さんの、今日はちょっと龍崎さん委員をめっちゃ多いんですけれど、龍崎さんが、あの、これ、大題の観光 MBA の公開講義をされたと使った、えー、っと、ご自身がアイディア、企画、あるいは事業を考えるときに4つの あの視点からものを考えますよっておっしゃっててまあ顧客にとってはニーズ困りごとは何なんだろうと経営者としてこの人は事業としてやるべきかどうか従業員はどうかという面それからえっと社会でメディアが注目してくれるかどうか価値があるものそして最後に神の目っていうのをおっしゃってて神の目っていうのは顧客にとっても経営者にとってもメディアにとっても価値があったとしても社会全体を考えた時にこの事業なりプランなりアイディアってよくないって思った時にはしないっていうまあそういう あの軸を持つ非常にこう言い方ちょっと上から目線になりたくはないんですけどあのアレミックの地っていうのは一種自分のこう利害関係を離れてより俯瞰した立場からその出来事を見るっていう意味ではもしかしたらその神の目のところにあの研究者が神じゃないんですねそうじゃなくそこの立場に立ってみたら何があの見えるのか。 ととといいううことを言おうとしてるんじゃないかとですからあの観光を勉強していてなんか観光を否定された気持ちになったり自分が何してるのか分かんないっていう人たちにそういった目も持ちながらしかも顧客の目だったりビジネスフレームワークっていうものを知った上で、えー、実際の観光を前に進めるような人を作っていくそのためにこそこう異質まさに異質なんですよね。 アカデミックな言葉と現場の言葉がやっぱ違う。そこが交わり合うるところで、産学の連携っていうのが実は求められてるんじゃないかというふうに思いました。えー、ここまでのちょっとあの横, <laughs> 横から入ってきたあの話なんですが、あのそういう意味で次に藤本さんにあのもう一回お話をお伺いしたくって、藤本さんはそもそもその大学院あの修士課程まで行かれて研究者になることを志していたんだけれど、やっぱり 今私に話したことにちょっとこうする面が多分あると思うのであのどんな問題意識を持って今の取り組みされているかぜひお聞かせください。はいいありがとうございます先ほどの伊根町の話を少し思い出していただきたいんですが、えー、170倍の定住人定住時刻の170倍の観光客が訪れるようになったという、えー、地域でして。 ただこん、これだけ観光客が増えても、結局、そこから恩恵を受けている人たちってまあ一部なわけなんですね。で、このようなところに対してすごくまあ問題意識を持っていてで、インクルーシブツーリズムってちょっと概念をここで紹介したいんですが、まあ、アカデミックな、次のスライドお願いします。アカデミックな概念にはなるんですが、この、まあ、 概念がどういうういものなのなかというと、まあ、観光自体が、えー、あらゆるステークホルダーを巻き込む産業にはなるんですが実際は一部の人たちにしか恩恵が行き渡らない構造を持っているというところがまずあって、まあ、例えば、えー、農業に従事している人たちが地域にいると思うんですけれどもそうした人が観光に関わりたくっても、まあ、あらゆる理由で関わることができないような状況があったり あるエリア、まあ、船屋みたいなエリアは観光マップに載るんだけれどもそうではない場所っていうものも、えー、インクルージョンされないような状況があったりとかして、まあ、そうしたものをインクルージョンしていくにはどうしたらいいのかっていうのを分析していく概念になるんですね次のスライドお願いしますでこうした私が研究者としてはこうした問題意識を持って NHK に入っていったんですけれども えー、この問題意識を実際にじゃあ伊根町でまあ解決していくためにまず始めたことが産とととが互いいにに対等に関わる場所を作ろうということで,したで「でん」っていった時にここで何を指しているのかというとそれは地域の従来からあったようなシステムの中で活動している人たちっていうふうに捉えていて。 従来から地域の課題を解決する人たちっていうのはかなりまあ東北地方に行けば行くほど硬直化している傾向はあるのかなって思っていてそうした人がいる一方で学,学っていうところでは思いっきり東北から来るような学生だったり、まあ、外国人も含む広い意味でのツーリストになると思うんですけれどもそうした人がこの間で交流をすることで全く違う 目的が設定されるようになっていくみたいなことが起こるんじゃないのかなと考えて、えー、オランスの活動を展開ししていました、まあ、例えば、えー、農業にずっと従事している人たちは生産物を作って、まあ、それを流通網に載せるということをやってると思うんですけど、まあ、学生が来ることによってその魅力を新しい仕方で 学生を連れて見せたりとかそういう行動とかかそううい行動も起こったりしています、ね、でこ,ういこういった異文化コミュニケーションというようなともいえるような山岳連携を推進してるわけなんですけど、まあ、少し課題意識を話すと、えー、やはりこ,これをコーディネートする中間組織あるいはまあコーディネーターみたいな人たちがすごい重要になると思うんですよね。 でそれをこれまではオランダスのまあ中心メンバーがになってきたわけなんですけれども、えー、活動開始したがか5年ぐらい経つんですがその初期メンバーが離れていくようなあの別のところに行って離れていくような状況が起きていて次に引き継いでいかないといけない状況なんですがこれがまたこのイメージのこのような図のイメージを共有していくっていうのはすごい難しいなっていうのを思っています。まあ、それはまた後ほど お話でできればなと思いいますすがはい、一旦以上ですあまり残り時間が15分ぐらいしかないから、ね、<laughs> ここでやっちゃいたいのですが <laughs> あいいです、はい、じゃあちょっとこの図であのー、一人参管学の実践者藤本さんっていうのがやっぱり学、はい、学から出発してるんだけど現場である蚕に入っているとで当初その蚕、まあ、というか自治体からあの 空き,家ですかね、空き家を提供してもらったっていう感じですごくいいあのトリプルあのトライアングルできてたんじゃないかと思うんだけどあの藤本さん自身が、まあ、創設者だから藤本さんみたいな一人三感学の人みたいな常に真ん中でどの言葉も分かるような人って育つんですかねそれどう,ど,うどうなんですかねえっとやっぱり実際にやっていて思、はい、うのこの奇水域とも言えるような空間に来る ツーリストとか、まあ、学生っていうのはすごい年々いっぱいいるんですけどそうした人たちはいる一方でただじゃあそうした人たちがその間に入ってコーディネーターになれるのかというとまたそれはそれで違う話だなっていうのは現場で感じていて少し意識のレベルが一段違うかなと思うのでただここに来るだけでそういう人材が育つかっていうと難しいかなと思ってます。う それもしかしたらあの教育が引き受けるべき面ももしかしたらあるのかなっていうね、だからあの研究者志望なんだけど、その一環の中でやっぱりそういう現場に入って、一段上からその場を作っていき、次に渡していくみたいな人が育てる必要があるのかなっていうふうに、まあ、あの話を聞いて思いました。さ、うん、さんんんなかかかどうですか今のお話聞かれて そうですねあのこの真ん中のその寄水域っていうところはまさにえっと僕もえっと取り組んでいるところで、まあ、やっぱり結構その三冠学だとかあとはある意味ここの丸もそうですけれどもその丸の中でまあいろいろな、まあ、もちろんしがらみとかあのそういう存在感をどういうふうにポジショニングしていくかっていうのはもちろんあるんですけれどもあのやっぱり結構一つの機関だとか企業まあ 学校とかではできることが多分あの限界が来ているので誰と一緒にやっていくのかっていうところをどういうふうに考えて、えー、とちゃんとつないでいけるのかでその間に入る人っていうのはもちろんあの高井先生高井さんか高井さんに えとが冒頭に話されていた異文化コミュニケーションみたいなところがあって、菅、えー、の方には菅の言葉があって、思惑があって、菅の人にも、学の人にもそういったところがあるので、それをつないでいく、えー、とまあ中間領域、ここでは規水域っていうふうに書いてあるんですけれども、ここについてはまさにあの共感するところです。共産さんたちはそれを越境という言葉を使ってますよね。 そうですねあの、まあ、龍崎さんと進めているアカデミーというのは、まあ、観光ど真ん中の方ももちろんそうなんですけれども、えっと、観光の今まで、まあ、主流だと言われているメインストリームだと言われている人たちだけではできないことを観光の外から連れていくというところでも、えっともといた人も刺激を受けるし観光に興味を持っているある意味あの外の人たちもあの、まあ、今までの あの積み重ねだとか先人の努力っていうのをあの既存しないような形でタクだとかコラボができるのかなっていうところでああいうアカデミーを作ってます越境とか起水域とか私は中途半端っていう言葉を使いましたけど、まあ、全て、まあ、割と似たようなことを考えているのかなっていうふうに思います、えー、残り10分なのですいませんじゃ一旦あのスライド共有止めていただけますでしょうかはい えっと、お一人二本ずつぐらい、最後なので、ちょっと全体振り返って、あの。お話、一言ずつ聞きたいと思いますが。立花さん、最初にお願いしていいですか。はい、ありがとうございます。えー、っと、今回の本当にこのセッションを通じて、改めて、その三、えー、っと。 感学みんな目指しているところは一緒なのになぜかその共通言語と話せてないのでそれぞれがこう違う力を発しているんじゃないかなっていうのを感じましたで、えっと、これからのまあ私の立場としましてはたくさんの,そのインバウンドの、えー、お客様たちに実際に日本に訪れてもらうためにもあの最初の基調講演でもありましたけれども もっともっと、まあ、ちょっと言い方があれですけれど利益率を出して儲かる仕組みを作らなきゃいけないと思うんですよね。そそしてのののの今の学生の世代の人たちが あの、もっともっと働きたくなるような、そんなキラキラした、そういった観光のあり方で行かないと、ただ、本当にやりがい接種だけで、あの、疲弊してしまっていくような、えー、っと、ところに、たくさんインバウンド呼ぶぞって言っても、受け皿が全くないような状況になってしまうんじゃないかな、っていうのをすごく感じています。また、藤本さんのお話にもありましたように、 研究者も一生懸命研究してるんだけれどそこがじゃあどうマネタイズされるかどうその、えー、と現場に行かせるかっていうところがなかなかこう連携が取れてないような気がしたので今回のこのセッションを見てくださっているなんか神の目を持った人がいいこう なんか循環を作ってくれるいい組織を作ってくれたらいいなと思ってますこれはあの日本全国地方どこでもあの同じ課題を抱えてるんじゃないかなと改めて思いました、えー、貴重な時間をいただき今日は本当にどうもありがとうございました ちょっと裏話ですけどこのセッションやるにあたってこの4人で2回ぐらいこうどうだこうだって意見交換して最初のうち話が通じなかったんですよね全然ね。<laughs> なんだけど <laughs> あのっと立花さんが「ポわーん」みたいな瞬間があったんですがあの藤本さんがあのいろいろこういうことを考えてるとかいう話をする中でそんなすごいことを考えてる人が研究の世界にいるのになんでもっと私たちそういうことから学びたいっておっしゃったことがすごく印象的でした。 あのありがとうございます。ありがとうございます。いますはい。じゃあ次藤本さんお願いします。はいありがとうございます。えっと今日の、まあ、高井さんの話とかでも出てきたような、えー、神の名のところで出てきた話だと思うんですけど、まあ、新しいものを作っていくときに4つの視点が必要だっていう話があったと思います。でここでアカデミックの関わり方が出てきたと思うんですけど。 やっぱり自分としても人文社会学系の研究をずっとしてきてどうやったら現場で、えー、観光の現場に何かを還元できるかなっていうのを考えてきてでこれを聞いた時に、まあ、今まで考えてきたことがと結構リンクすることがありましたでこれ一言で言うとあのデザイン思考なのかなと個人的には考えていて、えー、デザイン思考の考え方としてはまず問題をまあ提 明確に定義していく必要があるんですけどそうした時に単純にその目の前で起こっている課題を捉えるんじゃなくってもっと広い視点でそれこそ持続可能な開発とかまあそれを言い換えると神の目なのかもしれないんですけれども思った上で課題を定義してでそこから自由な発想で新しいものをデザインする。 まあ、イケてるデザイナーがあのイけてるデザインをするような形でクリエイティブに何かをデザインしていくみたいなことが観光業界ののの中ででももっとときるるんだよっていいを見せていければ、えー、裾野は広が広かなと思いました例えばあの橘さんの文化財を使い倒すっていう話もまさにその文化財を素材として捉えてそれを自由な発想で使っていっていいんだよみたいな発信のされ方されてると思うんですけどそういった発信し 発信をもっとしていければ、観光業界魅力的だと思う。人って増えていくのかなと。すごく感じました。以上です。ありがとうございます。その話、実は星本さんと昨日夕べちょこっとしてて、あの川の流れで言うと、これまでの観光教育りとこう。川下の方の話が多かったよね。ってで、もっと素材の話から行くとしたら観光学にとらわれない。いろんなあの学問からそこにアプローチできるよね。って話をしてました。 じゃあ、えー、池尾さんお願いします。はい、すいません。あのまあこのような機会いただいてありがとうございます。で、まあ、今日はまあ、もちろん、あの青木さん、高井さんの方からお声がけいただいて、まあ、おそらく前職の。例えばその投資会社であったら多分接点が持てない。 でまあ、千塚さんもそうですし、藤本さんもそうですけれども、そういう新しい可能性だとか、化学反応に、まあ、すごい可能性を、えー、と感じているので、こういう取り組みを紹介するあの機会をいただいて、本当に嬉しいですし、あとは、まあこのえっと、今見ていただいている、まあ、70名、80名の方々と、あとはまあ250名ぐらい、今回、大学関係だとか、学生さんとかも、えー、と参加してくれてるんですね。 でそういう意味で、まあ冒頭のメインでもありましたけれども、 あの一つ、まあ、大きくその観光というものにあの可能性を感じて日本を盛り立てようというところをもとに参観、まあ、学という手段を通してですけども仲間が見つけられればいいかなというところとあとはまあ結構その観光だとかホテルにいろんな角度であの面で携わってきた時にやっぱりその観光であれば、まあ、大学であればその観光学部がある大学だとかその本当にホテル旅行代理店航空会社みたいなあるいは 意味ど真ん中の事業者さんと結構一緒に変えていこうっていうふうに思ったことがあったんですが、まあ、大学でいうと日本には800大学があってそのうち観光学部は40大学で残りの760大学っていうところから基本的に今回の 立花さんとのインターンシップっていうのが実現していますし、僕らが見ていた観光と真ん中以外のところの方が世界が広くて、かつ前向きな人が結構多かったりするので、まあ、そういったところ、まあ、もちろん既存の人を置き去りにしないっていうところはあるんですけれども、全員で取り組んでいければいいかなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。あありりがとうございいます残り5分分って私最後の最後後ののに3分ぐらい締めるのでああ 一分過ぎた。なんか言い残したことある人、言いたいことあったらどうですか？<laughs> いいですか？じゃあ,あのあれですね。あ,あの仲間になってくださいっていう話です。 あ、そうですね。じゃあそれ最後にバーンとお話ししたいと思います、はいえー。残り4分ほどになりました。ここまで聞いてくださった方皆さんありがとうございます。で、あの私一番最初にあの自分自身が三学連携なんかをやるときにどっかこう居心地の悪さを感じてたっていうのは、私は相手の言語にいかに合わせようかっていう気持ちが強すぎたのかなって思ったんですね。であの田島さんのお話を聞いて、いやそうじゃなくって普段研究者として あの考えていることを少し言い方を変えるその方がいいんだあの、まあ、だからそのやっぱり最初に私がビジネスの世界から出発したのであのどうしてもそういう視点であの地域の方とか産業界の方お客様として考えてしまうっていう癖が抜けきれなかったそれぐらいやっぱり一回身についた言葉ってなかなか取れないんだと思うんですよね。にもかかわらず自分自身が学術の世界において半,半世紀ほど経つ中でその自分の,あの思考回路と 3の人に面した時に自分の頭が切り替わってたんだなといい面もあるけれどそこは。 あ,あえて違う言葉で話していいんだ。少し言い方を変えることが重要で、それによってまさにこう異質性を生かすってことができるのかなっていうふうに思います。あの、池尾さんもおっしゃってたように、三角連携ってまさに異文化間コミュニケーション。で、やっぱり言葉がわかる者同士の方が話してて楽だし、いいんですけれど、なんかいざことを起こすときって違う言葉を喋る人、違う知見を持った人が船に乗ってくれないと、あの沈んじゃうってことありますよね。 定期航路だったらもう仲間で行ったらいいと思うんだけど、あの、諸女公開、全く新しい目的地に漕ぎ出すときは、まあ、いろんな言語、いろんな知識を持っている人たちが一緒に乗った方が、いろんな危機にも備えられるんじゃないか。それが、まあ、ちょっと今メタファーみたいな話しましたけど、あの、三角連携ってそういうことではないかなというふうに思います。で、今日の裏テーマの文化財とか地域の文化、地域のコミュニティといったようなものを守る、でも守るためにこそ変わらなければならないのではないか。 守るべきものがあるから何か違うあの知恵を入れていく必要があるんじゃないかと今日の,あの2組の,あの取り組みってのはまさにそれをあの実現されたのではないかと思います。で、インバウンドであの地域や国に 文化の違う人言葉の違うお客様を受け入れることと実はすごく似ていると思うんですねで、数年前にまだそのインバウンドバブルって呼ばれるものが起こり始めるちょっと前ぐらいにはそのいやもう外国人のお客様を受け入れたくないっていう人たちもいっぱいいらっしゃったんですね だけれども、あ,のあ今日メインの,あのセッションでも、ちょっとその話で出たので、きるんだったら日本人の方がいいみたいな話が、やっぱり今でもあるのかもしれないけれどもあの、インバウンドのお客様を受け入れていった地域とか事業者さんは、すごく苦労はしながらも気づきがいっぱいあって、必要なところを変えていくことで、新しい風景が見えたっていう話もよく聞きます。そういう意味であの今日のセッションの中で話したことと似てるのかなっていうふうに思いました。 じゃあ最後のスライド出していただいていいでしょうか残り1分ですので今日私たちからのメッセージなんですけどあの3の方へ、ぜひ学とか研究者の言葉は分かりにくいかもしれないけどどうか我慢してちょっと相手をしてくださいお願いします。 とか同じ言葉をしゃべる者同士だと議論が深まってすごくいいんですけれど、あえてそこから飛び出してみることもたまにあってもいいんじゃないか、私自身があの気がつかされたことです。そして今日、三冠学の間の話ができなかったのは申し訳ありません。ちょっと人とかでいろんなサポートをぜひお願いしたいと思います。そしてこのスライドです。ぜひあの私たちのところに。 これなんか画面キャプチャーしてもいいというあの青木さんからお許しが出たのであのぜひご連絡くださいいろんなことを一緒に取り組んでいきましょうあちょうど時間になりました、えー、聞いてくださった方皆さんどうもありがとうございますアーカイブで見てくださっている方もこの後いらっしゃるのかなと思いますどうぞ、あのー、楽しんで見ていただければよかったかなと思いますじゃあ東大さんの皆さんお疲れ様でしたありがとうございました